ヨハンは、ザクセン先帝公、不変公と呼ばれる。ザクセン先帝公、エルンストの四男。1468年に、マイセンで、エルンストとその日であったバイエルン公アルブレヒト三世の、公女、エリーザベトの第五子として生まれた。マルティンルターの被護者として、名高い兄フリードリヒ三世には、制裁がいなかったため、1525年に、 兄が死去すると選定校くらいを継いだ。あだ名、不変校が示す通り、ヨハンは兄が取った宗教改革への支持を継続した。1527年にルター派をザクセンの国教会に定めたほか、1531年には、長男ヨハンフリードリヒが、ヘッセンホーハク・フィリップ一世イラと共に、シュマルカルデン同盟を結成している。 ヨハンは1532年8月16日に、ビッテンベルクのシュバイニッツ城で死去し、ビッテンベルク城教会に葬られている。1500年3月1日に結婚した最初の日ゾフィーとの間に一難を設けた。1513年11月13日に結婚した2番目の日マルガレーテとの間に以下の子女を設けた。長子ヨハンフリードリヒが先定校くらいを継いだ。 ありがとうございます。